長井巨冬から、昭和3年3月24日は、鎌倉時代末期から、南北朝時代の武将、大江聖長井氏着流の当主。通称は、右馬之助。鎌倉時代当時の資料や古文書から、当初は、甲湯と名乗っていたことが判明しており、甲の字は、執権、特宗の北条高時より変記を受けたものとされている。 火略年間に長井宗秀の遺跡を継ぐ形で、身の国赤根武創政治童となっており、長い思想領として活動していたことが伺える。現康元年11月、現康の乱が起こったのに伴い、その沙汰のために、大田寺連と共に、東市として上落したが、現康3年、小京2年に、鎌倉幕府が滅ぶと、高時からの変旗を捨て巨風湯と解明。 五代醐天皇によって始められた、剣務の申請では、訴訟機関として設置された雑訴決断書の構成員となった。しかし、その後は、剣務政権に反旗を翻した、足利高氏に従い、翌延元元年、剣務三年に、同じ大江一族で、五代醐天皇に従っていた、毛利貞ちか、親甲父氏が高氏の武家政権に対抗して挙兵した、後には、 高氏の命により、定地下の身を預かっている。上は三年に没死下元が後を継いだ。巨風の系統は、その後、下元、宇治広、県広と続き、その変期から察するに、長井博秀の系統同様、鎌倉久保は足利氏の支配下となったものとみられる。文永元年、足利高氏が長井備前太郎に対して、出羽国佐外相方法の横領への対処を求めた。 記事以降、中央市には見えない。後に、手は長井が、伊達周東、政宗の信仰により衰退しており、巨冬の系統も、健康以降は処刑図に確認されていない。ありがとうございます。